翌朝祭りは、富山県南都市稲美地区にて、毎年5月3日に行われる、稲美八幡宮の春季大祭である。稲美町は1390年3月に開け待ちし、稲美町八幡宮は1393年に、京都の岩清水、八幡宮より肝心し、稲美城、本丸跡に建立されたもので、建立直後から町立が3月だったことから3月8日に、 祭礼が行われてきた。1831年3月には一の腰と呼ばれる四角の大御腰を制作し、1833年より都行行列に参加するようになり、これが良い朝祭りの始まりとされている。その後何度かの日程変更を経て、1892年には5月9日、1968年より5月3日の祝日に行われている。 現在は三頭の獅子が先導し、六期の御腰が稲見彫刻の木彫りの町として有名な稲見の町中を、良い朝、良い朝の元気な掛け声と共に、宇治湖町約10キロメートルを投与する。また四台の屋台が、屋台林、屋台歌を奏でながら、町中を練り歩く。なお、良い朝祭りの語源は、御腰を担ぐ時の掛け声から来ている。 この祭礼は2006年に、と、山の文化財百選に選定されている。2020年3月22日、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、関係諸団体はこの年の三越の塗魚などの中止を決定した。社殿での神事等は行われる。三越塗魚の梅雨払い役の獅子は3頭あり3丁が、受け持つ。山下町の志士は、 最礼の起源と同じ1833年より約180年、東町は1895年より約120年、下新町は1951年より約40年の歴史がある。獅子頭は霧でできた稲見彫刻の一品で、山下町は黒漆し塗りの目筋し、東町は黒漆し塗りで金塗りの角があるお筋し、下新町は金塗りで、 角がある、おスジしである。また、いずれの師師もムカで師師と言われるもので、5人ほどの大人が、師師の中に入りまい、同時は小学校の子供たちが務める。なお、舞う順番が決まっており、山下町、東町、下新町の順でこれらは変わることはない。なお、山下町の師師まいは2005年に、と、山の文化財百選に選定されている。笠さは、台車に、 独自の飾りが飾られているもので、現在3つの笠鉾が、都魚行,行列に並ぶが、1842年には上、新町、中心町、下新町、北新町、畑方、六日町、三日町の7条が出しており、1849年に松島村が加わり8町となり、1880年に今町が、1922年には、 中心町が加わったと記録に残る。1956年には火災で畑型の笠鉾が屋台と共に消失している。なお明治期には上記の町の他に北新町、畑型町、六日町、三日町が存在した記録が残っている。なお三日町の笠鉾は現在と漁行列には加わらず、稲見木町総合会館の参考資料室にて、 展示されている。みこしは、全六期あり、背中に担ぐ、みこしの名前が射抜かれた黒い発表を羽織った大人の、男性が担ぐ、金色に輝く一の腰から三の腰まで型の違う、大深夜三期と、稲見中学校の生徒が担ぐ、子供みこし二き一般女性が担ぐ花みこし一期がある。いずれも、社寺建築を用いた木組構造となっている。なお、 大御しを担ぐ和歌手は、江戸時代頃までは伊、伊佐を現在では、力者と呼ばれる。なお2005年まで大人の発表は御しごとに、色が違った。大人の男性が担ぐ、大神夜三季は、屋根、胴体ともに、金箔張りの軽景御しである。全体を金具細工で仕上げ、屋根からは、洋楽、胴周りには、ラモー洋楽のすだれが下がり、下部は、 玉垣町の降欄で囲んでおり、鳥居が備わっている。また屋根の体格の端は、わらび手となっており、わらび手と担ぎ棒館は、大きな鈴がいくつもついた、赤い太砂4本で結ばれているのが特徴である。重さはいずれも1トン以上あり、40人以上の力車によって担がれるため、新予本体の漆塗りの担ぎ棒では堅げないので、 祭礼では専用の総檜のの白木台座をくくりつける。子供御子と花御子の三期は、1937年、1966年、1968年に、それぞれ寄進されたもので、江戸神用系の屋根が黒漆で、金色の友絵門の飾りがある、神田御子と言われるものである。祭礼で引かれ、稲見では屋台という五代の洋屋台は、 約140年前の明治期に創建された八日町、上新町、北川、北、新町、今町の4台が3層構造の歯船屋根の御点屋台で、上部2層は、成功な御点の模型になっている。中心町は、屋根付き2層構造の踊り屋台で、2層目が舞台になっており、舞台上では女の子たちが踊りを披露する。下層は共に格子が巡り回され、 林方が中に入り、横笛、三味線、しめせ太鼓、大太鼓、小鼓、鼓によって屋台林や屋台歌が奏でられる。屋台の大きさは、北側、北新町が一番、大きく、長さ二軒、幅七尺、高さ約四メートル、八日町、上、新町、中新町が長さ二軒、幅六尺五寸、今町が長さ九尺である。 なお、以前は、各屋台を担いで移動し、中に入る林方は、屋台の移動に合わせて歩きながら演奏していたが、近年仮想の4本の足に車輪をつけ床も、設けられたため、座って演奏できるようになっている。また今町の屋台はもともと一層構造の屋台で、あったが、1926年に三層建てに改築、それに合わせひさしや屋根を増築し、 現在の形に近いものになっている。1849年には、八日町、六日町、藤橋、三日町、上新町、北新町の6台の屋台、中新町の引山1基があったという。1878年には、今町の屋台と畑型の引山が加わり、7台の屋台と2基の引山があった。しかし、1898年春の大火で六日町の、 屋台を消失九百二十五年の大火では、中心町の引き山を消失1九百五年に引き山から屋台に変更し、九百五十七年頃に運行をやめた畑方も、九百六十八年の火災で屋台を消失している。対象の大火で引き山を失った中心町は、九百五十六年に花傘のある刈屋台を新造。 1979年に長さ約4メートル、幅約2メートル、高さ約5メートルの屋根付き2層の踊り屋台を完成させ、2009年まで引き回されその後中断した。その後2019年2月に屋台に稲見彫刻を取り付けて復活。林や踊り、巡行は人手不足により困難だが2019年の祭礼以降、披露を展示される。また、 現在、獅子舞を取り行っている下新町は、1868年より、屋台政作の計画を建て制作に取り掛かったが、当時の大不況の煽りを受けて中止している。屋台林は、稲見林と言われ、祇温林、道中林、上林、帰り林などがあるが、各屋台によって、節が微妙に違う。また各町屋台独自の林がある。屋台歌は、各屋台で、 毎年新作が作詞されており、その年の世相を反映させたものが多い。祭礼では祝儀を出した家の前で屋台を止め披露され、歌詞を書いた短冊を家主に送る。2015年4月には、何年の各祭礼で屋台を持ち、屋台歌を継承している4団体が集まり、地方、歌いでの技術向上、育成、継承保存を目的に、 南都市やぬた伝承保存活動協議会を立ち上げた。また、南都市も支援のため補助金を交付する。祭礼が始まってから行われている都議行列は、行列に加わらなくなったものも多いが、現在も続けられている。現在は、巡航路の清め役の3頭の志士が先導し進む。その後、我学を流しながら進む自動車を先頭に、二人の先原役がササラと呼ばれ、 株を細かく咲いた、長さ九尺の太い妄想畜を、ザーザーと音を立て引きずる。次に、先端最上部に栄き、その下に神々を案内するシャルタヒコの天狗の面が、付けられた竹の棒。次にそれぞれ台座に乗せられた、棒先端上部の金種に、清流、鈴木、白古、玄武の彫刻が乗る、詩人記。次に、大森神社と富岡鉄斎が書いた、 金ン,ンドンスの二色旗の大旗が続く。これは、稲見八幡宮の前身の社名である。次に台座に乗せられた三つの傘鉾が続く。次に六基の神輿が続き、新官が鳴らす大月太鼓、宮司、町三役、宮総大が最後尾を固める。なお、詩人記、大記、傘鉾、大月太鼓は、以前は、担いで移動していたが、現在は台座に車輪が付けられている。 夕方より、稲見八幡宮拝殿にて神事が行われ、浦安の舞が奉納される。神事の後拝殿前で山頂の獅子が、お旅所に向かう、ご神礼の払いを舞う。その後ご神礼が八日町通りにある、お旅所に向い、鎮座する三期の大御腰に移されると、獅子舞や浦安の舞が披露される。また、屋台は御旅所で屋台歌を披露し、長唄などを奏でながら、町を回る。 早朝7時頃より師子が街中の巡行路を清め進む。その後午前9時より、都行行列が街中を進む。お祓いを願い出た家の前では、みこしの下に台を置いて泊り宮寺や神官よりお祓いを受ける。お祓いの種類は、みこし6すべてが泊り宮寺が祈祷する、特別終罰。同じく6基が泊まり6人の神官がお祓いをする、終罰。 指定の御しが止まり神官が祈祷する、祈祷がある。夕刻には、御しは、お旅所前まで戻ってくるが、祭りの終わりを惜しみ、戻せ、戻せの掛け声と共に何度も行ったり来たりを繰り返し、ようやくお旅所に戻ると中入りとなり、中入りの儀が行われる。その後、八幡宮に観光し、夕暮れに六期の御しが、稲見八幡宮に戻ってくると、境内で時計と、 反対回りに三回大回りし、その後中央の山道から、拝殿の階段を上り見入りし、ご神霊が御しより、稲見八幡宮に戻される。その後山頂の獅子舞の舞おめを順番に奉納し、祭りが終了する。屋台は、日中から祝儀を出した家の前で屋台歌を、披露しながら夜遅くまで町々を回る。稲見八幡宮の神官は、代々渡ぬき家が受け継いでいるが、 元衆議院議員で第70代衆議院議長を務めた渡貫民助も偶児を務めた。ありがとうございます。